はい、ということで、4回目の放出が開始となりました。けれども、これまでに損害も発生しています。矢崎さんお願いします。はい、東京電力は処理水の海洋放出に伴う損害賠償として40件、43億円を支払いました。損害の要因に挙げられるのが海産物の。 輸入規制です中国とロシアは日本産海産物の輸入を全面的に停止香港とマカオは福島県など10都県からの海産物などの輸入を禁止しています損害の全体像って見えているんでしょうか、はい、東京電力には賠償請求の問い合わせがおよそ2200件寄せられていましてこのうちおよそ260件は賠償の請求が出されています。海洋放出のの影響を受ける事業者の1人が 宮城県石巻市でホヤの生産・流通に携わる遠藤仁さん原発事故の後に主な輸出先だった韓国から取引を停止されアメリカへの販路を開拓しましたしかし去年の4月処理水放出前のホヤが欲しいと海洋放出の影響を懸念した動きが見られました結果的に今シーズンのホヤの輸出は通常の半分の20トンにとどまりました 遠藤さんは海外の業者も処理水放出後の海産物が売れるか売れないか見極めている状況価格交渉などをしながら損害を少なくしたいとしています国は処理水放出への対応もあることから原発事故に伴う賠償費用を1兆9000億円追加することにしましたが影響・損害を拡大させない手立てが求められます